ってまいりました。おい、こんなことが今日あと何回行われるのか。この辺どん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 ケース積み重ねてくる。まずね、ヤマハのギターのヘッドロゴって今はヤマハって書いてるんだよ、アルファベットで、ね、書いてるね。でもその前ってオンサマークだったんだね、うん、ヤマハの会社のオンサマークだったの、はいはいはい。そうで、それの前、それの前が、これがエクステンドって言われるロゴなの。エクステンド、ヤマハの字の長体なんだよね。ほう、ちょっと長いの分かる？縦長なの。今のより長いのね。これ実はこのエクステンドロゴが今のヤマハのピアノにも使われてるね。へー、同じサイズのロゴなの、うんうんうん、で今のヤマハのギターもこのサイズで使われてます、ヘッドロゴが。あ、じゃあ最新のヤマハのギターとロゴは一緒なんだけど、そのロゴの変革の最初期って感じなんだ。そう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 。でこの次のやつが、うん、そのここのヤマハって書いてるところに、うん、ヤマハの音差マークがついてて、ほー、じゃあそれよりも古いやつ。へえ。で何も部品なかったよ、マジで。ほうほうほう。まあもちろんあのこのペグもなかったでしょ。これペグっていうけどペグなかったし、うんうん、まあ、ピックガードもないでしょ。なんかピックガードも後から来ましたって感じあるもんね。これ自分で削り出して作ったの。はあの、まあ、通称ゼブラウッドって言われるやつね。へえ。そうなの。これであと見えるかな、赤ラベルって言われるやつやね。通称赤ラベル、こうなな中のラベルね。そう、中のラベルが赤いんだよ、うんうんうん、そうそうそう。赤いとどうなの。あのね、ヤマハの FG の赤ラベルって言ったらもうそれだけで人気がある。へえ、うん。ただ1900、まあヤマハのアコギって1966年から作られたんだけど、うんうん、これは68年。あ、ほんと最初の。そう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 。あのさ、改めてっていうか聞きたいんだけど、うん、ジャパンヴィンテージギターって何。あ、まずね、あの楽器の世界だけなのかはちょっと定かではないけども、ヴィンテージっていうのが製造されてから30年。なるほど。そうで30年でヴィンテージに変わるんだって。はあ。だから今2020年だから、うん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 、1990年以前のものはヴィンテージ。そう、ただもう僕からしたらなんかね、1980年代のものがヴィンテージって言われたらちょっと、うん、えってなっちゃうけどね。あ、まあね、まだ若いじゃんってなっちゃうけどね。まあね、なんか50年代とか言われてやっとヴィンテージって感じあるもんね、数字的には。そうでもね、そのね30年落ちらしい。へえ。そうなの、ね、部品が何もなかったんで一生懸命いろいろそうかき集めてきたり。そうそうそう。あ、でもこれまだマシだね。ここあるもんね。ここもあったし、ここもついてたからね。あ、うん、まあ、そこないのもあるんだ。あるあるある。だからこれ削るの自分で。はあ。ちなみにさ、1966年がうん、ヤマハが初めてギター作ったって言ったじゃん、ええ、1966年の11月、うん、それがさあるんです。あるんですか。でもそれはもっとジャンクやった。具体的にはもう部品がほとんどついてなかった。おお。あ、出た。これで上やったらどうしようかと。あ、でもなんか使ってます感のあるケース。そうそう。でもやっぱね、ギターは使ってあげなきゃ意味がないからね。弾いてんの、もしかして30人の女子たちを。全部弾いてるよ、ちゃんと。マジで。ちゃんと弾いてる。すっごいエロいじゃん。ちゃんと絶倫じゃないですか。いやいやいや絶倫だよ、これに関してはマジで。渋い。ちなみにこのヘッドロゴが、うん、これスクエアロゴっていうの、さっきのよりもう化石みたいなロゴになってるけど、四角いの分かるかな。縦長じゃない。あ、確かにね。そうで、中のラベルがライトグリーンなんですよ、うん、はいはい、確かに。これめちゃくちゃ価値あるから、これめっちゃ価値あるから。そうなの。普通じゃないぐらい。普通じゃないぐらいこの当時、為替のレートが、うん、何だろう、1ドル300円ぐらいの、360だ70だか覚えてないねんけど、うんうん、の固定だったんだよね。今みたいに変動してないわけ。あ、はい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 。でその当時の、うん、これ1万5000円のモデル。ほー。だから今のだいたい3倍だよね。だから4万5000円ぐらいって思ったらいいのかな。はい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 。1万5000円かける3だから合ってるよね。うんうんうん。うん、
なんだけど、うん、だこの当時は4万5千のものが、うん、今これが出てきましたら大体10万近くは値段が倍以上上がったね。上がったの。そうでもこれはね、あのこれあここ作ったんだ。これそうこれ作ってあのペグつけてあげてみたいな感じ。うんうんうん、そうそう。へえ。これねめちゃくちゃやっぱ黎明期というか、うん、黎明期らしい音。音出来上がってないんだよね。ああそう。なんか音パリパリンパリンな音する。もう木の乾燥のせいもあるかもしれないけど。うんうん。うん、いいよ。へえ。ヤマハこれがでもそうこれがフォークギターだよ俗に言う。ああそうなんだ、うん、そうそう日本人サイズに合わせてくれてるやつ。はあそうなのね。そうでネックの長さもこれミドルのスケールなのかな。ちょっと短めなんで。へえ。あとねヤマハ独特なんだけど、うん、ここが全部丸いの。ほう。普通ちょっとねアコースギターでここちょっと平あ平面というか確かに確かに確かに、うん、そんなに丸くないよね。そうそうこけにくくしてるんだと思うけどここがねこうプリーンって丸くてプリーンって丸くてこれが可愛いのスケベだね。いやいやこれが可愛いだから FG の110と FG150 がこの形なの。はい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 。そうでこっちが FG の150だ、ね、150のそうそうライトグリーンラベルね。そうライトグリーンラベル。ライトグリーンラベルはだからその、当時の時価でいうと今でいう4万5千ぐらいの価値のものなんだっていうことなんだ ね、うん、そうそうそう。 FG150 が全部ライトグリーンラベルっていうこと。あ違う違う、ライトグリーンラベルはね1966年からほぼほぼ1年間だけ。ああじゃあ製造した年によってシールの色が違う的なことなのと思うでしょう、うん、違うね。ライトグリーンラベルだけシールなくなってこうバーって作って貼って作って貼ってやってたら、はあ、シールなくなっちゃったよって。あじゃあ次作らなきゃないってなぜか赤発注したんだよね。そうなぜか赤発注何それ。そうなので、赤ラベルが多分5年ぐらい続いたのかな。はあ。 でその次に出たのがグリーンラベルなの。はあ。 それが一番よく見るヤマハのギター。あそれからずっとグリーンなの。それもグリーンラベルも多分3年ぐらいだったかな。うーん。そっからあのオイルショックが来て、うん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 、オイルショックが来てもう急にそのいい材買って作ったらギターめっちゃ高くなるやんってなっちゃったから、うん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 、材を抑えたの。あその質を抑えたんだよね、はいはいはい、それで1年間だけ作ったのが黒ラベルっていうのがあるの。ほいほいほい。そう黒ラベルは本当に割と見ないかもね。うーん、見たらやっぱおーなっちゃう、ね、なるほど。じゃあそのライトグリーンラベルの希少なところっていうのは本当にヤマハが最初ギターを作り出した時に試行錯誤しながらやってた時の音で、うん、でしかもその物語としてはグリーンラベルのシールの在庫がなくなっちゃって、次赤いのを買っちゃったからそうそうそうグリーン終わりねってなっちゃったっていう、そのエピソード込みでレアってことなの。そうよそうよそうなのよ。それなんで次赤買ったんだか分かんない。赤発注したか分かんないんだけど、ね、どこで知るのその物語を。ああ分かんない。気がつけば知ってたな。わけ分かんない。移動中とか暇な時ってやっぱりさそのヤマハギター検索しちゃうんだよねやっぱ。あで見ててなんか150かわいいな110かわいいなとか180ちょっとでかすぎるんだよねとか思って見てんだけど、でなんかそのなんかやっぱブログ書いてる人がいるじゃん、あと歴史とか載ってたりするじゃん、はいはいはい、でなんか拾い集めた知識だよね。